はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。5時をちょっと回りました。これから暗くなりますね。10月の2日火曜日で、火曜日日曜日でございましてですね曜日の感覚がない、はい、静かな一日でございまして、電話もなければメールも来ないという、 LINE もほぼ来ませんね。意味のある LINE は来ません。はい、で足は痛い。本当にこれもこれを考えると憂鬱なんですよね。この足の痛さを考えると、もう歩きたくないんですよね。まあ毎日こことの往復で歩いてるんですけども、それ以上は歩きたくないんですよね。ましてやね、こう靖国神社行こうとかで誘われてるんですけどね、いやいや絶対あんな九段下の駅からあれずーっとあそこまで歩くの嫌やわと、まあそんなことを考えてました。さて、マックがね、9月30日から6割の商品で10から30円値上げと。で、吉野家もですね、すべて20円値上げですか、もうしたと。で、今10月1日からですね、食料品もいっぱい値上げしましたね。9月の30日って金曜日でしょ。イオンで物を買おうと思って入ってったら、なんと平日のくせにぐわーっといっぱいレジ並んでるんで、なんやこれと思いました。で、後で聞いたらですね、その10月1日から昨日からですね、こうビールとかも値上げになるんで、その駆け込みで買ってるということらしいですね。うちは何も買いませんでしたけど、まあそれはいいんですけど、今の日本ね、景気いいか悪いかって言ったらね、はっきり言っていいですよ。まあ、少なくとも悪くはないですよ。で、何を基準に添えてねって言ったら、失業率なんですよ。 2.5 かなんかですよ、確か今。2.5 か 2.6 かどっちかなんですよ。そのね、ほぼ完全雇用状態にあるわけですね。働きたい人はほぼ働けるという状態になって、2% ぐらいなんてもう日本では 3% まではもう完全雇用と言っていいと思います。で、今割合人手不足、どこでも人手不足は解消されていないと思いますね。で、最低賃金が上がっているのにもかかわらずですね、そのバイトが足りないという状況になっていますね。まあ、本当に外国人が入ってこれないというのもまたあるかもしれませんけども、もう今ほんと中国人とか入ってきませんからね、日本働きに行くっつって、こんな円安になったらね、まあそれはそれでいいんですけども、その景気悪くないんですよ。悪くないけれどもですね、多分不況はやってくるんですね。で、なんで不況がやってくるかと言いますと、中国の景気は良くないわけでして、それが世界の経済を引き下げてるんですね。足を引っ張ってるわけですね。で、それがじわ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 ですね、日本の企業業績にも効いてくるはずなんです。とりあえず来年3月期というのはですね、輸出系の企業は大儲けなんですね。トヨタとかね、名古屋ケーキみたいですよもう1円で200億違うわけですからね。それがこう今年に入ってから20円ぐらい、30円ぐらいですか、円安になってるわけです。そうなるとだから6000億ぐらい余計に儲かってるしまうわけですよね。それはもう あれですよ、純利がそんだけ増えるわけですからね。それはウハウハでしょうね、トヨタなんか。でもまあ、一方足元でですね、材料の値段は上がってるということなんですけど、まあ、だから一瞬来年の3月期輸出系は大儲けですけども、今の日本経済、日本の産業構造は輸出系が主役ではないんですね。どっちかというと輸入系なわけです。輸入系はコストアップで苦しんでいるわけでして、で一部値上げをしているわけですね。でもこう材料費が値上がった分、人件費が上がった分、全部転嫁できていないから、そこは企業業績をマイナスに引っ張ります。さらに言えばですね、この2年半というものを日本の経済ってね、コロナバブルなんです。ちょうど2年ぐらい前あたりから、まだまだ安倍さんの時ですね、
安倍さんの時、安倍さんが辞める前に定めたですね、コロナ対策の経済対策ですか、景気対策でですね、真水100兆円というのをですね、その後安倍さんが辞める年からその翌年、菅内閣の時にかけて100兆円ぐらい使ったんですね。で、事業規模200兆円とかで安倍さん死ぬ前に言ってましたけど、その割にはですね、GDP はちっとも増えてないんですよ。つまりそんだけの景気対策をやったにもかかわらず、あんまり経済は良くなっていないんですけども、一部だけバブったんですね。私のいる不動産業界なんかはバブりました。そのバブルの余韻は今でも続いています。ただそれはもう岸田内閣になってから切れました。岸田になってからもうケチな数兆円の景気対策しかしていないんですね。ですんで、まもなく11月になればですね、7、9月のですね、GDP 出ますけども、何もよろしくないはずなんですよ。マイナスにはなっていないと思いますけども、前年同期比とかで、ちゃうわ、前期比ですか、日本は前期比でしたっけね。で、そんなに良くなっていないと思います。でさらに10、11、今から始まったこの第4四半期ですね、これもさらに悪くなると思います。で、そろそろですね、このコロナ対策が切れるんですね。で、ゼロゼロ融資もですね、据え置き期間が終わりつつあるわけでして、巷ではちょろちょろと倒産が増えてますね。で、これからドドッと来る可能性がありますし、雇用調整助成金というのがありまして、要は政府がお金出してくれてるわけですね。その従業員クビにしたらあかんでって言うてるわけですね。で、これはそろそろですね、今縮小中なんですけども、まあ年内には打ち切るんちゃうんかなと。そうすると多分ね、失業率を 0.2 か3は上げるはずなんですよ。であと企業業績が悪いところは悪いですからね、そこで一部でリストラも始まっているようなことも聞きます。でじわ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 と今後悪くなっていくわけなんですね。そうなるとどうなるかというとですね、だん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 株価が下がっていくわけで、現に今下がってるでしょ。多分明日も下がるんちゃうんかなと思うんですよ。ドーンとは下がりませんよ。200円とかね、150円とか、そういうケチな下がり方をしていくような気がして、なんか先行き、こう景気が良くなるというふうな材料がちっともないんですよ。もう日本国内のね、需要というのは毎年毎年ちょっとずつ減っていくんですよ。当たり前ですけど、年間で言えばですね、日本の人口は40万から70万の自然減がありますから、その分は着実にですね、需要が減ってるわけなんですね。その分、その何て言いますかね、皆さんの所得が上がればですね、使うお金が増えるんで、それを補えるんですけど、ちっともそっちは上がっていないわけですね。むしろ可処分所得が減ってるということは、日本もじわじわじわっとこれから不況になっていくわけです。多分もうそれが見えてくる頃ちゃうんかなと思います。で、一方で岸田は何もしませんから、経済対策というのはですね、何もしないで、じわじわと不況に行ってもですね、まあまあ再びですね、あんな安倍さん時代のような景気のいいような景気対策はないと思います。で、円安は進んでいくということになると、だん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 あかんやんあかんやんということになってきています。まあただ一部でね、バブってる人はバブってるんですね、今でもバブってる人はバブってるんですけど、なんか異常に危ういバブり方をしていますね。もう終わるんちゃうかなと。お前そんなこと言うて何年経ってねっていう話ですけど、そうな、5年ぐらい経ってるんですよ。ただね、ものすごくね、不確定要素というか、予想外、想定外はやっぱりコロナで一気にアウトかなと思ったら、安倍さんがね、そのさっき言った100兆円、事業効果200兆円なんていうのをやらかしてくれましたんで、ちっともですね、景気は悪くならなかったんです、基本的にはむしろバブったんですね、一部で。不動産なんかバブりました。今でもバブってますけども、それがもうその効果が切れるのが今頃ではないんかなという気はしますね。
じわっとですね、あれも中古マンションもね売れなくなってるんですよ。じわっとじわっと、まだそんなにストーンと落ちてはいないんですけどね、ですんでこれからですね、日本もですね不況が本格化して株価もじゃらじゃらじゃらじり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 と下がっていくんちゃうかなと思います。まあ明日からのマーケットまた一緒に見てまいりましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。